星名百女ほか百女対1911年6月7日は日本の教育者、鉱物学者、握り銀式教育を提唱した。号は、セース、後にご無祭。長野県北作郡横取村出身。1891年に長野県師範学校を卒業後、県内の小学校で教師、校長を歴任する傍ら、趣味で、 鉱物標本の採集を行っていた。この頃、セースの号を使用し始めたが、これは3年程度で使用しなくなっている。武志人情小学校校長を務めていた1896年、緑、すだれ石、元老石などを採集し、理学史、引きただしの紹介で、日本地質学雑誌に標本目録を発表する。東京提出博物館へ、緑すだれ石、 玄能医師の標本の剣能も言った。玄能医師は学会に反響を呼び、星名のもとには多くの学者、学生が訪れるようになる。その中で、理学博士の神保昭子とも出会い、教えをこうようになった。しかし1897年、星名は神保に高等数学を収めなければ、鉱物学の研究者としては一人前足り得ないことと、市販学校で教えられていた地学は、 地学を専門に教わっていない、代用教員によって教えられている、いわば、まがいものであることを説かれる。神保は決して、星名を軽く見てこうした発言をしたのではなかったが、星名にとってこれは大きなショックであり、研究者の道は諦めて最終化に徹することを決めることになる。また、この頃から、ご無災の号を使用するようになった。この号については、林士兵の、 六無歳という号に習ったとも、鉱物採集に出かけた先で、わらじが切れてしまい、蕎麦の茶店で買おうとしたところ手持ちが、わずかに足りず、店の主人が値を負けてくれないことから、お足なしわらじなしには歩けなしおまけなしとはお嬢も、なしと教科を読んだことに由来するとも言われている。1898年、武市小学校生徒の保護者に配布していた。 武志学校新聞が新聞紙条例違反だとして告発され有罪判決を受ける。1899年、上美の地軍の尋常高等小学校校長に就任したが、被差別部落の生徒とその他の生徒を同じ教室で学ばせるなど部落差別撤廃を実践したことが村民の不況を買い、翌年に北作郡へ配置転換させられる。この後、 星名は1903年までの間、その村に出入り禁止とされていた。北作婦人が内定した星名は、それまで地元が陳情し続けてきた、立品高等小学校、立品実業補修学校の設立を手土産とし、両校の校長に就任することになる。同地では、住民の辛抱を集めたが、翌1901年、10年間、教員として、 人の子を損ないたること少なからずとして、両校の校長を辞職。この辞職の詳細な事情については、諸説あるが、前述の神母との対話から、自分も、まがいものの教育をしてきたのではないかと悩んで、いたのではないかと言われている。1903年、鉱物標本を皇太子に献納する。同年、貧しさから進学できなかった人間を、主に対象とした、私塾。 星名塾を開塾。半年で140人余りの塾生を抱えるほど発展したが、1906年、突然に閉鎖。閉鎖の理由に関しては、諸説あるが、数学の教師が星名に無断で退職したことが引き金だったと言われている。1907年、筆木の行商を始める。その方あらで、図書館の必要性と書籍の寄贈を解いて回った。 この時自らの蔵書も率先してすべて寄贈している。こうして誕生した品の図書館は、小品の行動の会あり、わずか400円の創立費で、当時地方にあった図書館としては、最大級の蔵書量を持っていた水戸図書館を上回る、約3万冊の蔵書を得ていた。同年、衆議院議員補欠選挙に立候補するが大差で、落選。翌1908年も、 総選挙に立候補し、やはり落選した。同年11月、週刊新聞、品の公論を創刊。1910年12月まで発行する。1909年、握り銀式教育論を提唱。テストを重視するのではなく、例えば地学の授業であれば、生徒を実際の鉱物に触れさせるなどし、自主的に考えさせるべきである。 教師はその間握り筋力でもしていれば良いという趣旨であったが、あまり受け入れられなかった。1911年6月7日、脳動脈染息の試し挙。墓所は立品町の塚根寺。1912年5月、同時に小無災ほか百女被混流。1913年7月には、長野市の鴨神社にも石踏みが混流された。 真冬に麦わら帽をかぶり、擦り切れた赤毛布をコート代わりに羽織るという珍妙な、いで立ちで街を歩き、傍若無人な毒舌演説を繰り返すことで、貴人としても当時の長野県下で名前が通っていた。特に演説はゴムの悪口演説として、賛否はともかく聞きに来る者も,も多かったという。1904年。 読売新聞が募集した記事百首では星名を紹介した文が一等に入選している。なお、これの投稿者は不明。また、星名には教科という趣味があり、中でも1906年に刊行した教科集、良いかかを星名百種家は、嫁が欲しいという内容を面白おかしく歌った、教科ばかりを百首集めたものであり、教育者としての星名とのギャップもあって、 周囲を東惑させた。星名を主人公にした小説として、横田純也、五無歳先生探偵長がある。また、実話を元にした、新田次郎、聖職の日に登場する赤羽校長は星名に刺激を受け、実践主義教育として反映させている。須藤実る握り銀式教育論五無歳、星名百助その思想と生涯上官、銀河処方。 1987年、289から290ページ、須藤実、のる、握り銀式教育論語無祭、星名百助その思想と生涯上官、銀河処防。1987年、276ページ、須藤実、のる、握り銀式教育論語無祭、星名百助その思想と生涯下官、銀河処防。1987年、298ページ。 ありがとうございます。